ました。 LINE LIVE 特別配信、8月29日は焼肉の日、万引きメンバーおきぎぐがっかーなんでお肉好き芸人大集合イエーイあんだけオープニング練習してたのにずっと言うてた言うてた言うてた怖いですね。バチバチお肉好き芸人大集合でしたということで、はい、MC させていただきますビスケットブラザーズキンです。お願いします。この配信はですね、吉本漫才劇場に所属しているメンバーをさまざまな括りに分けてお送りしております、はい、本日は焼肉の日にかけてお肉大好きなメンバーで生配信していきます。よろしくお願いします。本日のメンバー自己紹介お願いします。はい、万劇の肉王子こと日本社長ケンです。肉王子、肉王子、続いて、万劇の、万劇の、肉万劇の はい、万劇の若きお肉侍こと、はい、準備してて、なんで帰るんですか。これもまた帰らんかもね。これもないもん、そのレパートリーも。確かに若きお肉侍、何が侍なん、何が侍、刀抜くよって。なるほどね、刀抜くよって、肉切るよって。なるほど、お願いします。やっぱ安土です。お願いします。そして、はい、どうも北半球の肉スケベこと、タレントです。肉スケベでございます。北半球に話したもんな。北半球代表。うわめっちゃよ。北半球行けたら地球行けるって。いや、南半球すごい肉スケベがいるんですよ。南にね。なるほど。それで、怖いね。怖いね。何もない。見えない何かがあったら。ないわけないもん。はい、肉のことは俺に聞け。さっきのこと主人公だ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。順番のせいで大きく出てしまって、みんなごめん。お前に肉スケベのせいで、俺も行くか迷ったけど、肉スケベの相手に肉スケベということで、このメンバーでお送りします、はい、そしてですね、皆様ですね、LINE LIVE 中は質問等をお受け付けしますので、どんどんコメントをしてください。そしてあの LINE の方で吉本漫才劇場と検索していただいて、お友達登録もぜひお願いいたします。というわけで皆さん、はい、お肉は好きですか。イエーイ。焼肉行きたいか。行きたい。食べ物なんでお前、そら食べ物なんでお前、絶対肉より高かった。さん肉より、お肉ですよね。お肉ですね。お肉ですよ。この万劇メンバーの中での上位5名と聞きました。上位誰しろよ。山ほどおるから、好きな人があるんやね。はい、聞きましたのでね、信頼のおけるメンバーとなっております。それでは早速参りましょう。はい、トークテーマがありますので、そちら。なるほど。このいいですよね、このなんすか、このね、今回のサムネイルっていうんですか、なんかギャートルさんのね、なんかみんなこう骨持って、ここ持ったらダメですよ、この肉の肉のここ持ったらダメですよ。なんかフリップもちょっと肉厚ですね、やっぱこの。うまっ。熱いよ、これ。好きですね。好きですね。肉が好きなもんで、ごめんなさい。いいね、いいね。好きなんで、肉がね。テーマがありますので、はい、参りましょう。こちら、はい、この食べ方がナンバーワン、一番好きな焼肉の食べ方。よっしゃー。これは、ね、ありますよね。はいはいはい、一番好きな食べ方ですね、はいはい、こちら皆さんそれぞれ聞いていきたいと思います、はい。まあ、一番好きな部位と。なるほど。あ、部位、ね、これむずいなー。これは難しい。その部位と好きな食べる方、何々で食べますと。なるほど。部位皆さん、じゃああればお願いします。はい。そうですね。でもやっぱり、はい、まあ、僕、ハラミが一番。ハラミは、まあ、みんな好きだと思うんですけど、ね、それはちょっと面白い。で、あのね、僕やっぱこだわりとしては、このタレに、このどっさり、ごまとネギ。おぉ、ハラミね。これ、もう
全部もうそのニンニクいっぱい入れてちょっと、はいはい、このネギとか入ることによってこの見た目ももうタレが美味しそうになるっていう。確かにね、見当たりがね。で、あと一個僕言いたいのは、はい、そもそも僕は炭火よりもガスの方が好き。なるほど。いや、炭火派もおると思うんですけど、ガス派なんですよね。炭火うまいみたいな。でもなんかなんか昔ながらのあのガスのやつが僕はすっきゃねんな。すごい関西肉好きの、はい、関西肉好きは花見ね。花見、花見はもう花見1位の人いますよね。もちろんそうですよ。ちなみにじゃあケツくんは花見を、はい、タレにネギとごまを入れて、ニンニクもどっさり、ニンニクもどっさり、これは多分確かに間違いないですね。いや間違いない、間違いない、肉王子。はいはい、赤身姫としてあ、赤身姫あれ言ってました赤身姫ね赤身姫として、はい、まあ私はあの結構ねあの赤身が好きで、まあ、タンがやっぱ一番好き。タン、なるほど。これはねもうやっぱそのちょっとタンってしかもやっぱ値段がねするので、確かに昔というかね、はい、その、はい、まあ、高校生とか二十歳とかの時とかは、うん、もうほんまにその、うん、もしくは豚のタンじゃないかみたいなところに食べ放題とかでね、豚のタンやったりとかね、うん、あるよな、トンタンじゃない。そうそうそう、それは美味しいんですけれども、うん、その牛のタンの白い牛タン、うわ白いの、白い牛タン、白い牛タン、白い、あの普通のあのなんかタン先じゃなくて、タン先じゃなくて、ね、タン先やっとそうですね、まあ、タン先本来出さないんですけれども、ね、食べ放題とか行くとやっぱ出てしまうので、ね、そう、これタン先やって分かるの。あ、多分見たら分かると思う。色味ね、その白いやつのこいつ分からへんタン先な、タン先ね、先っちゃだな、みんな分かる、タン先と元どっちがタン元だ。いやもうだいたいね、やっぱり見たら分かります。それはタン先はね、あのね牛ってね、タンめっちゃつあのベロ使うじゃないですか、人間はそうなんです、うん、だから硬いんですよ、タン先。なるほどね、筋肉がもう発達して、はい、そうなんですよ、ね、なるほど。それはそれでね、なんかうまいですよね、なんか肉食ってるぞって感じがするんですけど、がっつり肉食べてる感あるけど、けどそのタンをあのレモンとか、はい、この人とこの人そうですね、全然ちゃうから顔引きつってる、目線だけで乗っかってる、赤色と青色ぐらいじゃない、全然違う、赤色と青色、青色のタン誰が食うんだよ、青色のタン、あんなに肉のことは俺に聞けるよ全然やってこない、タン先とかあるんや、ちょっとあまりとしてあ、じゃあどちらかでタンもで、レモンにつけるんじゃなくて、うん、あのカットレモンを絞らずに、うん、そのカットレモンにタンをこうベロって、うわえ、なんでなんそれ、 あんまりねレモンレモンしてほしくないんですけど、ちょっとだけつけたいので、もう一応ギョギョリですよ、ギョギョリですよ、めちゃめちゃこれいいな、やったことない、いや確かにめっちゃいいですね、やったことないですね、なやだ やりたい、めっちゃいいやりたい、どこめっちゃ食いついてんねんいいっすね、革命やで、それマジで、マジで言えない、白いところとか普通に絞ってとこにちょんでつけてもいいわけやろ、え、でもあの勝手に入れられたりとかしちゃうので、あの焼けてるねって、そうなんです、そんな感じだけど、そうなんです、はい、なるほど、だからそのままにしといて、なるほどなるほど、つけるというタンをね、はい、レモンにこうして食べるといいですね、いいですね、ありますか好きな食べ方、僕ちょっと、うん、あのもう僕めっちゃ大好きなんで、うん、普通のなんか部位というよりかは、うん、あの薄切りロース、わかります、ロースを、はいはい、薄切りロースに、うんうんうん、もうほんま薄切りでも一瞬で焼けて、あれかシャブシャブシャブぐらいシャブみたいな、でタレぶんりつけて、うん、もう口溺れるんですよ、あれ、あもうあれがもう幸せで幸せで、シャブみたいなロースで、はい、焼きしゃぶじゃないやん、卵につけるやつですよね、最近流行りの、あ、すき焼きの、はいはい、すき焼き風の、そうそうそう、 あれはすき焼きなんで、あれ焼き肉じゃない、あれ焼き肉じゃないです、焼きしゃぶってあるよ、まあ、でもあ焼き肉さ最近ね、結構流行りで多いんですけど、あれじゃなく、薄く切ったロース、薄切りのロースを焼いて、なるほど、タレめっちゃつけて食うって、ご飯が冷えってことやな、僕ね、あの高校時代焼肉屋でバイトしてて、でその焼肉屋にあったんですよ、なるほど、薄切りロースっていうのが、まかないみたいに食べれた、もう普通商品としても出してましたし、まかないとかでも食べれましたし、こんな時間にこれやばいんじゃん、これいやマジでやばい、そうです、ほんまに確かに、めっちゃいいですね、じゃあ続いて好きな部位と食べ方、はい、あ、じゃあ、はい、松永ある？焼肉屋好きなんですよ。そうです、それはみんな焼肉好きってことは焼肉屋好きやねん。焼肉屋が好きで、そうよ。焼肉屋のメニュー好きなんですよ。そうよ。焼肉屋のメニュー好きやそのあの冷麺。あ、ちょっと。まあまあわかりますね。いやそれ肉あり。肉を食べに行って。冷麺を冷麺はでも焼肉屋の食べ放題以外で食うとこないんですよ。
まに。そんなことないっすよ。冷麺が好きな。冷麺が好き。好きな部位は、みんなが言ったみたいなところはない。はないです。ないんだ。いや、でも死ぬほどお酢入れてなんか、うまいな。いや、うまい。うまい。冷麺は好きやけど、みんな。冷麺はそう好き。半冷麺。ちっちゃいも食べれない。半冷麺。ハーフ冷麺。ちっちゃくもあるよ。肉でもないし。冷麺食えたら最後いつからやねん。さっき言ったら、なんで冷麺。もう肉の話しかいの。こうなってますよ。そうやで。スケベが。スケベが。俺、持ってる手札、冷麺だけやなと思って。お肉の話ですか。焼肉の冷麺が美味しいってあるけど、ね、ほんま焼きしゃぶも好きなんですよ。焼きしゃぶと冷麺なんですよ。いや、さっき言ったから。そして焼きって言われたんで。じゃあ小畑は。僕ももうちょっとケツさんと被っちゃうんですけど、ハラミがもう一番好きで、でこうハラミをこの、まあ、焼肉のタレにどっさりつけて食うのも、もうこっちもちょっと定番でめっちゃうまいですけど、もうそれより僕はわさび醤油で、ハラミをわさび醤油でいただくっていうのがもうめちゃくちゃいいんですよ。スケベやな。スケベでしょ。スケベ。これスケベ。いやらしいですよ。その普段みんなが見てるハラミと違う顔しよるんですよ。わさび醤油の時に。俺にしか見えへんような。スケベや。それでこうわさび醤油でいったら、その溜まってたお腹が一気にまたリセットされて、何もなかったみたいな。何もなかったみたいな。あれ今来たってなれます。わさび醤油で食べたら後半にハラミでこれいったらわさび醤油でもうもっと美味しく食べれる。最高だな。ありますね、はい、ちなみに僕もいいですか、はいはい、だからカルビとかって脂っこいみたいなイメージあるよね、はい、でもう結構大人な人って、はい、もう俺カルビええわみたいな言わはるやんか、はい、まだ分からんねん俺、はい、でその真っ黒クロスキーみたいな、そんな子供の時だけ見えるみたいな。もう大人はカルビ見えてない。ジブリやんと思って見えてないんだよ。カルビ見えてないんだよ。ジブリのやつじゃんと思って、ね、カルビ今のうちにめっちゃ食べれるうち食べときたいなって。確かに、ね、そう、はいはいはい、そういうのがあります。カルビ美味しいですね。大好きです。ということで続いてのトークテーマ、はい、あずちコメントどうですか。確かにどうですか。ね、はい、うん、コメント来てますよ。来てるのは知ってますよ。来てるでしょ。そのコメントのお名前とコメントも読んでください。はい、あ、じゃあひかりさんから、はい、焼肉行きたくなってきました。うん、はい、そうですよね。こんな時間にマジでほんまにそうですよね。いや、ほんまにそうやと思う。いや、ちょっとそのほんまによくこの時間よくないですよ。この時間に焼肉の話されてきついよな。そうです、ほんまに行けないですもん。あ、朝にエロい話されて嫌じゃないですか。もうその感じ。夜に焼肉の話は朝にエロい話されたの一緒。なんか朝のエロい話と一緒やから。いや、もう行かれへんねん。朝のエロい話やっぱり嫌ちゃうけど。朝でも嬉しい。朝でも何でも嬉しい。スケベやな。エロ大好き芸人。スケベ芸人や。スケベ芸人。後ろスケベ芸人。肩入れますか、スケベ芸人。またお願いします。では続いてのトークテーマございますので、はい、参りましょう。続いてはこちら。あなたはどっち派？究極の選択、焼肉編。何これ。こんなのあるんや。今からですね、はい、お題を出しまして、はい、2つの派閥に分かれてますので、はい、こちら皆さん手元にありますかね、札が。あ、札、あ、今いただきました。札が。いいですね。A、B のどちら派かを。なるほど。僕も。はい。はい、大丈夫でしょうか。はい。A、B どちらかで上げてください。早速、参りましょう。これ。はい、ガチャ。はい。ご飯物を頼むときは A ビビンバ、 B 白飯。なるほど、はいはいはい、まあ、焼肉屋さんとかでね、あると思うんです。これマジで悩みますよね。いや、マジで悩みます。では皆さんが札をお上げください、はいはいはい、A がビビンバ、はい、B が白ご飯です、はい、皆さん札をお上げください。どうぞ。こちら。赤身姫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 。なんか減る。そう、いや、これは絶対 B。もぐりやん。これは。まずじゃあ B の方は。いや、だってそら。いや、だって。うん。何のために。そうそうそう。肉と焼肉のタレがあんねんってこと。いや、もうだから、まあ、肉が主役だという考えです、はい、僕らからすれば。で、はい、そのタレともついてるし、はい、ご飯にちょうどね。はい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 。白飯でいいと。そういうことです。はい。ご飯に味はもういらないです。いらないです。もちろんそうですよね。はいはいはい、はい、まあ、皆さんそういう感じです。はい。いや、まあ、ちょっと私も、まあ、まあ、そもそも、まあ、ビビンバもっていうところではあるんですけど、うん、ちょっと白ご飯がまず好きじゃないんですよ。そのえ、白ご飯を食べ
がなかったら肉をもっと食べれるんですよ。あ、理由を考えて肉が好きなので、うん、そのご飯で腹を膨らましたくないんですよ。あ、じゃあ焼肉食べ放題とか言ったらご飯頼まへん。はい、頼まないですよ。ビビンバも頼むかどうかぐらいの。でビビンバの方がご飯の量は多いですもんね。そうやな、食べる量は多いから。はい、でもなんかおかずとしてまだ食べれる。へえ、なるほど。だからそうです、ほんまにそう白ご飯が好きじゃないです。特殊すぎて。白ご飯好きじゃなかったもん。白ご飯サンタ買われ。てかその焼肉好きな人で白ご飯好きじゃない、うん、初めて見ましたもん。ご飯と食べるんがみたいな。それ言うじゃないですか、そのしなんか、うん、焼肉もそうですし、うんうん、焼肉が多分1位やと思うんですけど、そのご飯に合うわみたいな。うん、ああそう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 。ご飯に合うなんて思ったこと一回もないんです。何も。はい、肉だけ？そうですそうです。じゃ基本この食事の時にご飯食べへんや。基本的にはそうですね。カレーとかやったら食べもちろん。ああまあ、この殻でご飯食べたら嘘やん。誰も信じ。そうじゃないですか。だからほんまにロケとかでなんかもうご飯進むわとか言ってんのあれもう全部嘘だよ。こんなとこで言わない。こんなとこで言わない。自分の営業妨害。何なんすか。自分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 あるから絶対に。いや美味しいんですけど、でもこれは特殊やもんな。これに関してはちょっと今日は B が強い感じですね。そうですね。したら僕白ご飯プラス冷麺見据えてるからご飯っていうのもある、うん、ああなるほどね。分かります分かります。ビビンバとちょっとお腹いっぱいになりそう。僕でもチーズビビンバやったらどう。ああ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 あレーメンも捨てた。え？レーメンも捨ててる。チーズビビンバエグいな。これはエグい。このなんか石焼きと普通のやつ選べる時もあるよ。はい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 。これはやっぱみんな石焼き。絶対石焼き。そうもちろん。いやでもね、バイトしてた身からしたらほんまに頼まんといてほしいやる。あ、めんどくさいやる。めちゃくちゃめんどくさい。石焼きめちゃくちゃめんどくさい。たまに混ぜてくださいみたいな。あらあらあら。マンナも自分でやれ。なんでこっちやるの。まず作って出してんねんか。完成してる。コチュジャンとかの量とかお前が決めろ。なるほど、まあビビンバ優勢という感じですけども、はいはいはい、ちなみにこれ事前にね皆さんにアンケートを取ったんですよ、見てる方々に。そうです、 SNS でアンケート取ってまして、そちらの結果が出ておりますので発表します。こちらなど、まあ、A で今 33%、 あ、B が、確かにやっぱり優勢ですよね。 B がえ、じゃあ 33% の人はご飯頼まへんと思うんですか。もうビビンバ確かにですもんね。そうよ、そう、女子が多分見てる方多いと思って。確かにそのどこでこれ西堀江かなんかでアンケート取りました。女子多ないしゃべる女子は確かに、なんかこれが多い。ちゃんと性別と年代別に全部出てる。ちゃんとどこまでしてくれるか手で分けさせ て, できんて。ちなみにさっき言ったの、はい、230万票入ってて、確かなデータすぎるやん。国民の総意やんじゃん。国民の意見かなり正確なアンケート聞いてますけど。じゃあしゃあじゃあしゃあじゃあしゃあないかで、このような感じで何個かありますので続いてまいりましょう。こちら、食べに行くならまず A 月に一度の高級焼肉、ね、そして B が週に一度の格安焼肉。なるほど。さあ皆さんお考えください。決まりましたでしょうか。これでもスッと決まりました。決まりました、はい、なるほど。ではお答えください、どうぞ。一音の図。一音になるんや。マジで言ってる。マジで言ってます。じゃあまずこちら B から。え、マジで。みんなは週に一度の格安焼肉がいいと。うん、そうですね。美味しいから。いや、美味しいですよ。そうなんですよ。今も週に一度ってでも結構。いや、週いや週に一度って。まあ、行きたくないなって日は行かないんですよね、別に。そうや、誰に行かないあかんって言われてるの。行きたくない週はそれはありさえありますけど、行かなくていいですよ。週に1回行ける権利があるってことですね。行ける権利があって、そうそうやっぱその行きたい時に行きたいですか、僕らはやっぱり。そうやな、はい、週に1回ぐらいはそのペースが来ると。そうです、それがやっぱ来ますんで。で、それを毎回高級焼き肉っていうわけにいかへんの。そうっす、だからもうほんまに月に1回しか会ってくれへん女性やったらやっぱ毎週末会える女性の方がいい。スケベそういう方が強めになってる。肉強めの肉スケベ、肉スケベ、はい、なんかスケベの手頃な子がいい。手頃な子が違う肉がついてるんで、まあ、そういうことじゃない、はい、そういうことじゃない。でも高級なやつちょっとあんま量食えないから、うん、ちょっと、はいはいはい、そう、逆に、まあ、1回1万円のやつ、はい、1回2500円の4回っていう感じやねん。え、でしょ、4回ですよ、週1で4回しか行けないんですよ。どう、あずちは月1回に1万の焼肉食えるんですよ。いやいやいや、マジでちょっと考えてください。うん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 。だって僕
に激安焼肉いけるってなっても、うん、ほんまに肉食いたなったら、うん、その僕 A ですけど、うんうん、その普通に牛丼屋とかでどうにかできますもん。肉だけをこう摂取したいから、やっぱ焼肉っていうのは高級なんか一番うまいんですよ。でも高いのが一番うまいから熱意だけじゃなくてマジで。例えばその七年で焼いたらさ、はい、安めのお肉でも結構美味しかったりするやん。確かに高級感出るというか。いやもう僕ね、ほんまに高級焼肉屋さん の, その肉切ってる人がやってる YouTuber を見てるんですけど、ああはいはいはい、マジでレベルちゃいます。肉への愛一つ一つの、ね、でも安い焼肉屋さんの愛はあると思うよ、それは、うん、うまいっすよ、うん、そりゃうまいですけど、うん、そりゃ僕何にもこんなんなかった、こんなんもすんのやめましょう。じゃあもう元からこんなんからだから、僕も焼肉好きですよ、激安焼肉は。分かる、分かる、そうやな、美味しいですもちろん好きやけど、ただやっぱそのいけへんってことですもんね、うん、B を選んだら。そう、 B やったらこれ月に一度の高級はなしです、うん、もうなしってことですね、うん、僕売れたらほんまにめちゃくちゃいい焼肉食べたいんですよ。なるほど、毎週高級焼肉全員 A やと思って悲しかった、マジでこの結果は。確かにケツさんは A かなと思って。そうそう、なんか僕が見た感じ、そのケツさんは最近ちょっとテレビとか出だしてお金もちょっと持ってるんで、なるほど、ここで A 出してやらしいと思って B にしてくれた。あ、それが見え方がやらしい。次の問題ごめん。そうやん、そうやん、もう僕だけやばいやつになるやん。いや、これはマジであるよな。いや、ほんまにそうなんですよ、うん、悔しい。いや、もうちょっとやめましょう、このこれは。じゃあ諦めて焼肉を分けるというのはね。ちなみにこちらもアンケートを先にやりますので、まいりましょう。皆さんに SNS 事前にアンケートを取った結果はこちら、はい、ほら、えうわ、ほら、圧倒的に 63% で月に一度の高級焼肉が優勢です。これ北新地でアンケート取ってますよ。お金持ちの人多いところじゃないですか。あの全国各地に47個箱を置いて、それぞれ全国力入れて、いつから動き始めてたの。銭湯とかポーチャイちゃんやりましょう。焼肉待ってるけど、ありがたいですけどね。ありがたいですけどね。いや、でも芸人っていうのもあるかもしれないですね。それはあるかもしれないですね。もう一個ありますので、はい、行きましょうか。では続いての話題こちら。食べるお肉は自分で焼く、そして人に焼いてもらうですね。なるほど、まあ、ありますよね、焼肉屋さん行って。はい、これはその芸歴とか そんな関係なく、うん、希望とか自分の好み的にはもうスナックは友達と行ってとかで、そういうことですね。そうです、そうです。では皆さんお答えください、どうぞ。どん、おお、初めてちゃんと割れました。分かれた、ケツとアズチと、はい、あ、小畑が A、はい、で熊本さんと那須中 B。 さあ、まずじゃあ自分で焼く派は、やっぱその焼き加減とか、いや、そりゃそうですよね、うん、そう、ベストで食べたい、ベストで食べたい、べたい、そう、自分のちょっと早い、なんかその早いとか遅いとか考えるのが嫌ってことだよな。そうそうそう、うん、で、あとなんかもう僕その体にも馴染んでもってるっていうか、はい、うん、あ、わかりました。彼女と一緒に、はいはい、行った時に、彼女、うん、トングアレルギーなんかなってぐらい触らない。そめんどくさがりなんだよ。全然触らない。金属とかじゃなくて。アレルギーもあれやと割り合わへん。触らへん。トングアレルギー。トングがこれも触らない。それがもう体に合わへん。じゃないと説明つかへん。じゃないと触らへん。めんどくさがりとかで説明つかへん。そう。体質じゃないと説明つかへん。とりあえず。だからもう俺がやるしかないから、それもなんかずっとなんか。なるほどね。毎回やってたから、締め付けが人にやってもらうのがちょっと、そうそう、こっちもそうだ。ちなみに、はい、はい、B のお二人は、人に。いや、まあ、そうですね、その、そう、別に、うん、ベストとかないですよ。なるほど、ちょっと焦げ気味でも、ちょっと速くても、速度でいきたいです、だから。速度で行きたい、食えれば食えるほどいい。だから、格安でいいし、なるほど、はい、ベスト、もう量、量いきたい。なるほどね。だからもう、人に焼いてあげてる隙に自分が食べられるのがいい。もう焼けたよって言って、家とかで、うん、お母さんがフライパンでバーって炒めて、うん、バーって置いてくれたのを、バーって食った方が、うん、嬉しないですか。焼肉はやるんかな。エロから食べ盛りなだけで食っと。そう。まあ、ただの高校球児。これは。そう。スタンスと高校球児。人に焼いてもらう。なるほどね。まあ、そのいっぱい食べたいからか。速度で行きたい。ちなみに、ね、こちらも、はい、皆さんに事前に
聞いておりますので、これはどうなの。では皆さんに自然とアンケートこちら。自分で焼くよ。やっぱ肉好きはやっぱり、うん、腸内とかありますもん。はい、これ腸内だけ聞いたアンケートじゃないですか。腸内限定だとこっち責任感あるから腸内責任感あるから自分でね。各々の市町村の議員を決めるときに横に投票箱を置いてついでに投票日決まってるの。じゃあ台本があるから厳かな感じでポスターも貼って、あの何のポスター貼これ、それ事前投票とかもあるんですか。事前投票もあるんですか。行けない人は行けない人は申請案で、じゃあ文句ないよ。じゃあ文句ないよ。それですね、ぐらいの方が多かったということですね。ではこのクイズはこれ、あ、こっちもう一個ありました、ね、あ、もう一個、はい、もう一個ありました。続いてまいりましょう、こちら。恋愛は肉食？何これ何これ、皆さんお答えください。これが正解だったA 肉食、 B はそうでもない。お答えください、どうぞ。これは意外と答えてもいいけど興味あるよ。興味あるよ。答えてめちゃめちゃ興味あるよ。何を言っちゃうんですか。俺ら肉の話で限界やね。誰も共感得られへん。みんなの肉食なんかどうか気になる。肉食っぽい人に それ言ってくるやつ思ってるから。肉食っぽい2人が肉食やった。私の松田はそうでもない。いや、まあちょっと僕も小学校4年ぐらいからちょっとぽっちゃりなんで、やっぱりちょっと恋愛になったら奥手なんで。あー、なるほど。ちょっと太ってるね。そう、ちっちゃいやっぱどう思ってるんかなとか考えちゃう。あー、そんなの考えていいよ。そんなの。ちなみに私 A ですよ。そうなんや。女性めっちゃ優しいで、この人。ソフトな。A の皆さんはやっぱもうガチガチ。いや、それはまあ、そう、はい、だからこれ肉食べてるからなのかもしれません。いや、それはありますね。パワーがそうですね、はい、有り余るパワーエネルギーが溢れて関係ない。関係あるじゃん。肉だけ食べてるわけじゃないでしょ。肉だけ食べてるんだ、分かるけど。ちなみにこれはちょっとアンケート取りますね。いや、これはこれのこと気になった。これ取る気になった。すいません。自分で焼くかとかええわ、別に。いけるのやつ、いけるのやつ。どっちがよかった。ちなみにコメントとか来てますか。ポイズン勇気さんから、ケツさん、はい、ケツさんイケメンですねって言って、おらー、あ、今日じゃなくて、ポイズン勇気さん、男性ですか。で、ちょっとね、男性か女性かアンケート取ってもらって、アンケート聞くだけやろ。ケツさんイケメンですねって、やっぱりこういう需要がありますからね。そうですね、初めて言われた。え、そしてもう一個トークテーマがございます。続いてのトークテーマはこちら。焼肉好きなら共感できる焼肉あれ。さあ、ということで皆さん焼肉よく行かれてると思うんですけども、うん、まあ、焼肉あるあるたくさんあると思います。ちょっと皆さんがね、トークしていきたいと思います、はいはいはい、これぞ焼肉あるある、まあ、こんなことありますよねみたいな。これはやっぱいろいろありますよね。やっぱりなんか、うん、あかんぶわって頼んだら、うん、一皿に、まあ、はい、来るじゃないですか、何種類かで、はいはい、まあ、なんすか、ロース、バラ、カルビ、はい、なんちゃらって説明されるけど、はい、覚えれないですよね。最初にね、最初に説明でこちらがロース、こちらがこれ何やったっけみたいな。それね、やっぱ、うん、言ってくれる店員さんいっぱいいるじゃないですか、はいはい、結構こう仕上がってるあのお兄さんみたいな人やったら、はいはい、やっぱこの店の知識があるからあれなんですけど、うん、若い女の子のバイトの子、うん、の時はあの大体適当です。あ、ニュアンスね。はい、あれニュアンスです。僕の場合適当です。裏側あるわ。あれそこまで信じなくていいです。なるほど。そうね、はい、もう忙しい。おじさんとかやったらほんまなんですけど。多分大体ほんまや。そんな忙しすぎて分からないよ。大体、ね、はい、赤身肉は大体適当です。なんかちっちゃい札みたいなの持ってる時もあるもん、ね。あ、ありますね。それもそれちょっと。邪魔いたりしますよね。札取ってみたいなのもあるし、ね、なるほど、焼肉あるあるですね。なるほどね、はい、男性だけかもしれないですけど、はい、この女性と焼肉行った時ちょっとだけ背伸びしてあの野菜セット頼んじゃいません。いらんの、日本は俺らは。ほんまはいらんな、全然いらん、正直。やっぱ女性といったら気使って野菜セットこう頼んじゃうっていう、なんかあるんすよ、それ。そのタレで食べたい時も塩つけて食べたり。ちょっと違う、いろんな食べ方して。味変える時もあるでっていう。あるっすね、ちょっと幅見せるやつ。そう、塩で行く時もあるでっていうね。こんな俺もおるんやでっていう。そう、いいですね。
で、はい、こう絶対男子なんですけど、食べ放題で、うん、まあ、食べ放題って言い方あれなんですけど、食べ放題で、うん、信じられへんぐらい赤い状態で食べるやつみたいな。食べ放題で、速度ですけど、それを見てってちょっと、いや大丈夫、そのもうそれそれからマジで俺にそう、そういう人ね、なんか皿ボリン入れるでしょ、いやそんなそあれ息を取ったんだよ、何しろと皿こうするでしょ、おいおいめっちゃやばい、温度下がるし、その温度その睡眠とかやったら、ほんまそうだ、息乗っけたら、で、息冷上がってまうんだよ、良くないよね、あれ、油を肉あげる、で、その僕、肉焼く焼くの好きなんですけど、そのあるあるなんですけど、その僕肉焼けたら、うん、あのね、焼肉の七輪でもあのガスのやつもそうなんですけど、うん、端っこってめっちゃ冷たいんですよ、そのああ全然温かくないんですよ、ね、でも焼けたら何も言わんとそこに並べていくんですよ、なるほど、ただそれもう肉焼かへん人分からへんから、もう焼けてるとこから行くんですよ、なるほどね、そこに置いていってるのにね、ほんまに、はい、ほんまに意味わかんないんですよ、ずっと怒っちゃうから、ずっとパワーが増えて、あと最近出だしたあの長芋キムチめっちゃうまいです、あるわー、うまい、あれ一番うまい、キムチな、白いまあ、あれマジでうまい、知らんわ全然言ってへんそうなるんや量すんだよ中ばっかり中ばっかりで量ないの、飯はフライパンの人キムチばっかり食べてるから、松永は量食べれたらね、いや、もう量生姜焼いていただいて、はい、塩食べるだけでいいですからね、では、あるあるは皆さんこんな感じで、はい、続いてのコーナー参りましょう、はい、続いてのコーナーはこちら、お肉愛向上委員会、皆さんですね、お肉好き芸人ならきっと答えられるようなクイズを用意しております。でクイズに正解した方には1ミートプレゼントいたします。1ミート、はい、1ミートだけにね、はい、1ミートプレゼントいたします。このですね、最後に一番獲得ミートが多かった人にはなんと豪華プレゼントがありますので、ありがとうございます、頑張ってください。これはマジで行こう、これマジで行きましょう、これはマジで行きましょう。では最初の問題参ります。はい、最初のクイズはこちら、日本の三大和牛は、三大和牛ありますよね、ご当地のね、あーなるほどね、はい、あこれ、これは後ろ頼むでも、めっちゃうまいです、やだよ、そんなそんなフォルム丸めーですもんね、確かにね、はいはいはい、肉好きを語る、肉好きを歌うだろうね、そうですよね、でもこれ諸説ありますよね、はい、逆に詳しい人、詳しすぎて3つ選ばれへん人、今の、まあ、いわゆるまあアンケートでこれが一番多いんじゃないかな、あるんですよね、そう正解が一番あったってことですよね、ありますよ、都市伝説みたいな、逆に精通しすぎてね、そうそうそう、その界隈にありますけど、答えてくださいね、マジ3つ引っ掛けかな、どこどこ、みんな人気、これぐらいは皆さんね、肉好きな、まあまあ初級編ですよね、初級編ですよ、でなんと1ミートもらえますから、これ正解と、はい、3つ正解して初めて1ミートですね、はい、価値観分からない、1ミートなんと1ミート価値観分からない、それね、はい、もらえたらもらえたら嬉しい、嬉しいでしょ、1ミートなんかないでしょ、1ミートあれば嬉しい、ないよりはもらった、皆さん大丈夫でしょうか、はい、はい、ちょっとあれ精通してる人、あお肉に精通してる人、ね、そうそう、大丈夫ですか、ね、自信ないないです、あそこまで会ってください、こういう時大体ありますって言ってください、あれでいいですよ、今後あのもし笑いの現場でありますって言うのでいいですよ、ちょっと間違えられていいですか、ないで当ててカッコつけよう中学生でそれテスト勉強してないんで、恥ずかしいでは皆さん、はい、一斉に答え、はい、オープン、こちら、さあじゃあケツから順番に行きましょう、佐賀牛、佐賀牛、佐賀牛、日高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 牛、熊本さん、うわあ、私松坂、うわあ、さんは、米沢、田島牛、うわあ、ありそう、ありそう、ありそう、私は割れてる、僕松坂、神戸、大宮、お、僕も松坂、神戸、大宮、はい、僕が松坂、大宮、日高牛、なるほど、うわ、うわ。結構割れてる、これ割れてる、これ中のね、中の数とかでもね、そうそうそう、なんかな、中の数かな、中のどれが、あ、はい、正解率
みたいな。あ、なるほどね。何ポイントか。一番近かった人が、はい、全問正解ならそれがね。では答え参りましょう。正解こちら。神戸牛松坂さん。よっしゃー、よっしゃー、マジで嬉しい。アイパッドでハイタッチ。どっちも多いね、私。よっしゃー、まあ、マジで嬉しい。すげえ、ほんまにすごい。え、ちょっと待って。え、何調べて。違う。ここだって、ここだよ。違う。だって、違う。見えへんわけない。順番だけよ。違う、ほんまに順番が違う。ちょっと早く。知らせてるやん。違う、よくないよ。してないよな。してない、全くしてない。ほんまに全くしてない。ほんまにしてない。次からもう、次の答えで。先に見るんで。はい、わかりました。ちなみに、じゃあお二人は正解で、やっと1ミートずつプレゼントする。やったー！ 1 ミート。ちなみに、みんな待ってください。松永さん、まだめくらないでください。松永さんは、松坂牛、おめ、惜しい、飛騨牛。あ、惜しい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 。岐阜県の。え、これ、おっさんは、いや、ちょっと普通になんか、ちょっと生きてしまいました。米沢とかありそう。米沢牛もありますよね。あるのはありますけど、って言うやつですよね。田島牛。お二人はもう松坂の坂も間違えてます。そう、なんか、大輔の方があってんの。大輔の方。逆にこっちから思いましたね。これはどこなん、日高は。日高は。これは山陰の方じゃある。それで、言っときました。忙しすぎて、もう、親とされた方。服部先生がこれが今うまい。あの服部先生が。それっぽいこと言ってるだけ。山陰の方が。では、続きまして、もう一問あります。続いてのクイズ参りましょう。続いてのクイズはこちら。はい。高級2個、集めましょう。今からですね、はい、お写真が出てきますので、はいはいはい、それがどれが一番高級なのかというのをちょっと当てるのがなんか、当てる問題が、はいはいはい、高級に感じます。スーツライブス当てましょう。これどっちが高級に感じとかじゃないですよ。これが違います。ちなみにこちらですね。はい、高級肉。だいたいこんなんて食べれません。食べたってますよ。見るだけなんですね。違いますよ。無理やな。A、この、はい、B、この肉。あ、でも全然ちゃうな。これ引っ掛けてね。めっちゃ簡単。引っ掛けじゃないと。気になる方は一回近くで見てもらっても大丈夫ですよ。なるほどね。マジでめっちゃわかりますよ。めっちゃわかる。はい。そっから大丈夫？1ミートかかってんだよ。いや、ちょっと一回。全然近く来てもらっても大丈夫。同じ部位ですよ。そんな近くおらんでも。一回エアで焼いてもいい。エア焼きで。エア焼きだから。1ミートかかってるからね。あ、いいよ、欲しい、いいよ、欲しい。A が全般と温まってる。B、うん、どうしたの。一緒やけど全然違う。一番かと思ったじゃ分からない。一緒やんな。まあこんな、これは、まあ見た目で結構違いがあるので、なるほどね、はい、分かると思いますけども、これやな、はい、まあ、どこまであれですけど、まあ、他はもうだいぶグッと下がる。そうですね、うんうんうん、一番高いのは何々、もう結構。あ、なるほど。まあ、でもこれはでも、うん、はい、ね、信じていくしかないかも。では、はい、そのなんか変なことして高い順、あ、高い順ですね。はい、え、なるほど、そういうことか。うん、大丈夫ですか。はい、もう分かりました。はい、では順番ですよね。はい、あ、だいぶ見た目違いますけどね。ではよろしいでしょうか。高級肉をね、順に書いてください、はい、それでは、皆さん、お答え一斉にオープン。はい、はい、あ、松田君はどういう感じか。全部一緒や、全部一緒や。松田君の全部同じ場所で見えますかね、皆さん。反射してちょっと見にくいかな。確かに。ちょっと貸してください。どういう、これですよ。全然違う。何これ。どれ一番、どれ一番。 A、 A、 A やな。 A、B、C で。ああ、なるほどね。あ、じゃあ、なるほど。じゃあ、似た、似た、似た。 A はみんな、じゃあ、もう一番高い。まあまあ、それ、え、これ全然見てよ、これ。そんなバカにする。ちょっとその、まず、それで。では、まず正解発表参りたいと思います。こちら、A は英語ランク。それはもう、すごいノリ付け。油敷いてなくて、最初。焼き付けしてね。うまっ。打ち合わせしてんのか。うますぎますね。さっきタネやかな。すごっ。じゃあ、まず、まあ、A を皆さん正解。はい。ということで。いいじゃん。じ
じゃあ B 参りましょう。はい、B がこちら。うわ、やばい。ほら、うん。油の分がね。はい、そうですね、そうですね。そして C がこちら。うわ、ほら。よっしゃー。ということで A、C、B が正解。こういうことないな。そのあとと。はい。はい。ケツとアグマさんに HM ミートずつプレゼント。よっしゃ、悔しい、嬉しい。これは分かる、これは分かる、これは分かる。ちなみに正解の決め手はこれ どっちがこの油多いの方が安そうやったけど、やっぱこの、やっぱこっちの赤身はしっかりしてるんかな。赤色が確かに綺麗な赤身、確かにね、やっぱそこが決め手。そうですね、めっちゃバカにしてたけど松永。いやいや、油多い方が高いと思いますけどまだそんなこと、ま、こと言ってんのもう。いや、まあスーパーでもね、ありますからね、こっちもね。はい、では、はい、続いて参りましょう。うわ、やばいなこちらいきますよ、もう一問。はい、ではもう一問参りましょう。もう一問こちら、原価の高い肉ランキング。あ、でも、アルチェリューだから。あ、でも原価まではちょっとわかんないですね。確かに、はい、そこのそこで今から何個かお肉出しますので、それを原価高い順に並べ替えてください、はいはい、では参りましょう。こちらのお肉たちです。どんなことロース、ミノ、コントロ、牛タン、ガルビ。なるほど、また高い順に並べてもらいましょう。高い順ですね。高い順ですね。はい、これはいけんちゃうか。これ当てたいな、ね、これ当てたい。これでも言うてもこれ当てたらほんまに好きっすよ、ね、うん。いや、ほんまに好きなの。ほんまに好きっすね。もう一個上の。好きの愛がね。突き抜けて。あ、ロース、ミノ、トントロ、牛タン、カルビです。ロース、ミノ、トントロ、牛タン、カルビ。はい、5位までかな、はい。1位から5位まで並べ替えてください。ロース、ミノ、トントロ、牛タン、カルビ。はい。ロース、ミノ。一般的に、はい、なるほど。ロース。まあ、まあ、原価が高い。原価です、ね、そう、原価が高い。これマジでだから焼肉屋さんからしたら、こればっかり食べられたらたまったもんじゃないですというのが1位です。はい、服部先生がどういうか、服部先生がどういうかじゃないです、もう決まってるんで。はい、あ、なるほど。うわ、どうしようかな、迷ってますね。これはいけど、さんもできました。私は、はい、私は焼肉屋でバイトしてたので。そうなんや、多分ですけど。ほんま肉好きなの。この5つでね、1位から。さあ、皆さん書けたでしょうか。はい、はい、それでは、皆さん一斉にオープン、うん、まず、じゃあケツから、はい、ロース、牛タン、カルビ、トントロ、ミノ、はい、1位がロースね、はい、続きますのは牛タン、ミノ、ロース、トントロ、カルビ。牛タンが一番高い。えぇ、私も牛タン、トントロ、ロース、カルビ、ミノ、なるほど、はい、松永はロース、牛タン、カルビ、ミノ、トントロ。うわ、どうなんやろ、これ。そして、小畑がロース、お、一緒。え、あ、このミノとトントロが逆かな、うん、松永さん、松永さんと一緒、全く一緒、全く一緒。じゃあ、ちゃう確かに、ちゃうそこで測れるんすっごい嫌かもということで、うわ、これ結構バラバラ、あ、ここ以外バラバラ。確かに。で、ロースが多いかな。牛タンかロースか。牛タンかロースですね。はい、では正解発表したいと思います。これ気になるわ。では、これ全部当たってたら30ミートプレゼントしてる。あかんあかん、それ上げすぎて。あかん。価値観もないよ。テンション上がりすぎたよ、司会者。それ上げすぎです。じゃあ、4番で。ごめんなさい。では、答えね、30ミートプレゼントします。全部正解したら。はい、では、答えこちら。1位、牛タン、そして2位、ロース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 、ということで、そう、松永さんはいない。うわー、めっちゃ惜しいっすか。いや、私ここが、うわー、ここがやった。あ、そこがテレコン。そうなんや。3位、4位がテレコンだけか。そうなんですよ。すごいよ、すごい。熊本さんに10ミートプレゼント。やったー、10ミートも。はい、えぐっ、すごい。確かにケツくんは全然ちゃいますね。全然ちゃうよ。何にも分かってない。1ヶ月2個やめますよ。ペナルティとして、はい、ロースなわけないやん。どんだけ部位があるかっていうね、その肉に希少価値が高い。牛タンが一番高い。牛タンはだってもうないです、ただ1本しかないんでね。なるほどね、取れる部分が少ないから。カルビロースは山ほどだろ。座ってください。10ミートだけあがった。牛タン、ミノル、トントロ、ロース、カルビということで、皆さんやっていただきましたけども、これは熊本さんが、あ、なんともう1問ある。え、やった。
何でしたか。先生、オッケーです。何でしたか。はっきり。では最終問題参りましょう。はい。もう10ミート上げちゃったんですけども。さあ。途中で大きく出すのないですよあんまり。最後だけ。最後もう終了しませんか。してください。では最終問題参りましょう。最終問題は今からお肉を焼いている音を2種類聞いていただきます。はい、その音が牛タン丸腸ね。どちらかを焼いてる音なんです。牛タンと丸腸を焼いてる音を聞いてもらいます。どっちの音がどっちなのか皆さん。はい、なるほどね。丸腸何か分からん人いるでしょ。はい、さっきの僕のエアで焼くとかマジいらんかった。次の問題を。なんかなんかマルチもしてるもんね。マルチでも僕は実際に焼いてる音なんで全然違うと思います。ね、ではですね、一つ目の音を聞いてもらいたいと思います。一つ目の音こちら。鳴らしながら爆笑してる。鳴らしながら爆笑してるの。はい、ということで、すべて何ですか。めっちゃおもろい人がやってんのかな。すっごいおもろい人。聞いてました皆さん。真っ赤くなるまで笑う。何この音。これで合ってますよね。合ってる。合ってますよ。今のが、牛タンか丸腸どっちか焼いてるので。今の流れです。なんでこんな笑ってんの。全然ちゃうの流してません。ハイエースのなんかドア流してますけど、ちゃいましたね。焼き肉やりですね。じゃあ続いて2つ目の音、いいさせてください。2つ目の音はこちら。え？全く一緒。いや。何してるの。お酒飲んでハメ外してるやつしてるから。こちらが2つ目のマッチ。マッチって分からん。焼肉音響委員会の方から直接いただいた音なので、提供、はい、正しい音だと思いますけども。なんか喋るのかよ。なんか喋ってます。ふざけてない。なんかふざけてないですよ。それを理由にバーベキュー行ってる。違います。ほんまにこれちゃんとした音なので。ちょっとしたら思ってはあると思うんですけどね。その音質がちょっと、音質の問題も勘弁してください。機材がねちょっとね。何と何でしたっけまず。牛タンと丸腸。牛タンと丸腸。なんでどうしても行きたかったんですか。これなんかな。いや牛タンと丸腸です。牛タンと丸腸。はい。ちょっとずつもう一回パパって。ちょっとだけね。はい。当てたい。1個目ね。まず1個目。よく聞いてください。1個目こちら。まあもう音はね流れないですけど。え、それはもう無理やって。喋ってんねんの。喋ってるな。誰か。あ、ハイエース。ハイエース。ハイエースいった今。ガラガラって。ほんまにハイエースも。これが今の1個目。1個目もう一回聞いてもらいましょう。2つ目の音がこちら。何が。何が。座ってください。何が。座ってください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 。これ正解した方やなと。ダメだ、そんなんじゃない。ちょっと待って、この店はいらんの。一丸町がどんぐらいの価値とかないねん。これ正解したら30ミート差し上げますので、はい、はい、逆転も可能となっております。はい、皆さん書けましたか。こんなクイズでその出し方します。ちょっと投げすぎ。これに全てかかってますから。ではですね、行きましたでしょうか皆さん。はい、はい、じゃあ皆さんフリップ一斉にオープン。デレンデレン。ケツが丸腸、牛タン丸腸。お、もう牛タン丸腸、あずちがね、はい、で、あ、困った牛タン丸腸、牛タン丸腸。熊本さんのこの
マルチョウ、マルチョウ。うええー、それはでかいマルチョウ。確かに千と千尋の、千と千尋の。この中にお父さんいますか。最後のシーン。マルチョウ、マルチョウ。この中に牛タンはいません。見抜いた。でもこれ、これやったらやばいよ。いやでもマジで確かすごいすぎた。10万ともらってるモサやから。いやもう一個。あ、だったらすごいけどやってられんで、これ。ほんまに。最後のこれでこれです。そっちがボケてんだから。ほら、笑ってるやん。納得やけど同じのその流してるっていう。さあ正解ね、皆さん気になってると思います、はい、じゃあ1個目がもう正解、1個目の正解を言っていただけるんですかね。あ、音がある、あ、映像があります。はい、では1つ目の音の正解こちら。よっしゃ、これは音ないやん、これ音ないやん。外でやってるの。さあ皆さん座ってください。正解見てください。環境も絵とか入れてくれよ。確か外で。はい、はい、ということで1つ目が牛タン、2つ目も映像あるんですか。マルチョウも見たいです。確か見たい。マルチョウもね、マルチョウかわかんないですよ。2つ目ですか実際ね。はい、ほんまマルチョウとかいいのか。一番いいのかこの時点でも忘れてるね。マルチョウじゃなかったんで。でも2つ目がね、一応マルチョなのか確認ね。そうそう、ふざけたパターンがあるんですよ。思います。それでは2つ目の映像こちら。マルチョウ。はい、うまそう。うわー、全然違う素材。わー、環境が違いすぎます。こちら正解は牛タン、マルチョウ、あずち、小畑、はい、なるほど、3人が、はい、30ミートずつプレゼントいたします。山ほどもらったということで、すべてを集計しまして、はい、今日の一番ミート獲得した人を決めたいと思います、はい、まあ、みんなポイントもらってたもんね、おのおの他の問題で。そうですね、マッチもらいました、はい、ということで集計、今ちょっと厳正なる集計をしてますので、少々お待ちください。委員会の方が。委員会の方、やっぱバトルイベントなんで。そうなんですか、バトルイベントか。バトルイベントなんで。知らんかったな、これ。かけるグランプリとかね。あれでしょ、あの類なんですか。同じです。並列なんや、あれと。はい。では、集計の結果が出ましたので、お伝えします。はい、本日、最もミートを獲得した方は、なんと、小畑で32ミート。そして松永は、熊本さんが11メートル、1メートル、松永が、あ、30メートル。最後取ったら、ああなるほど。最後しか取ってない。ということで、おめでとうございます、小畑。ありがとうございます。豪華プレゼントございます、豪華プレゼント。はい。さあ、こちらでございます。はい。見えますかね、皆さん。この黄金に輝く。あ、来ました来ました、焼肉サンタロウ。8年分でございます。それはこっちの食い方に乗れる。8年かけてお食べください。ありがとうございます。お食べください。おこうじゃないこれ。いいでしょ、美味しいからな。美味しいですけど、焼肉やもん、もうほぼ焼肉ですよ、ね、焼肉が好きやから。肉が、俺、肉が出てくると思ってるから、ね、そうなんだよ、肉がね、ちょっと渡したかったんですけど、はい、ちょっといろいろ問題がありまして、今はこれ、ね、今の時期的にこれとでね、これは時期超えてるんですね。これはコンプラを超えてるんです。いろいろね、フィルター通したことになりました。これなんで、おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで、あっという間にお時間が来てしまいました。発熱しちゃってね、すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、エンディングです。はい、はい、ですね、今から何個か皆さんにお知らせもございます。皆さん、はい、楽しかったですね。いやー、楽しかったです、はい、もっとやりたかった、ね、ほんまに、はい、あの音クイズのね、盛り上がるね。音クイズは嫌でした、あれは嫌でした、あれ茶番やったで、ね、ということで、お知らせがあります。ちょっと読んでもらってもいいです。はい、はい、じゃあ、あずち、はい、はい、そ
ちらのお知らせお願いします、はい、今年も漫才劇場の夏フェスの開催が決定しました、はい、その名ももっともっともっと万劇六でなしの日、漫才劇場メンバー総出演で難波と森の宮の吉本漫才劇場の2会場を使って万劇高校の夏の大イベントを開催します。吉本漫才劇場では文化祭、森の宮吉本漫才劇場では体育祭をテーマに2劇場リレーして壮絶なゲーム対抗バトルを繰り広げます。日程は9月12日日曜日13時から20時までの7時間生配信です。オンラインチケットはただいま発売中。詳しくは吉本漫才劇場のホームページをご覧ください。またオリジナルグッズも販売しておりますので、ファニークラウドファンディングサイトよりぜひご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。こちらオリジナルグッズがねたくさん、はい、出ますので、はい、これレアですよ。この機会にしかね会えないと思いますので、皆さんぜひこちらね、はいはいはい、夏フェス見ていただいて、こちらグッズもお買い求めください、はい、さあ告知なんか皆さん大丈夫ですか。はい、はい、はい、告知、はい、あ、じゃあ先にラインライブのお知らせしておきますね、はいはい、次回の特別配信は9月17日になります。9月17日の金曜日22時から万劇メンバーバスケ大好き芸人と題しまして、はい、MC が祇園桜井さん、自尊心島村さん、そして滝音秋貞金メダル牧師豪快キャプテンベイアンのメンバーでお送りいたします。はい、はい、お楽しみにということで、はい、皆さん今後の舞台なんか告知あればこのタイミングで。大丈夫ですか皆さん。はい、あ、肉好きなだけで仕事はしないですよ。はい、肉が好きなだけで肉好きなだけで、はい、仕事さんの、はい、仕事だけで単独とかもなのね告知ツイッターとかでしてますから、ぜひねそちらもお願い、メインのほうで言ってください。あんな白熱してたのに冬にしすぎる仕事の話やめてください。お笑いの話やめてもらっていい。お肉の頭いくからもうやめてください。みんなツイッターとかインスタとかで言ってますので、ぜひお願いします。この他に吉本漫才劇場では毎日いろんな公演を行っております。詳しい内容は漫才劇場のホームページからご確認ください。で、今日の配信なんと、はい、3200人の方が、こんなやっぱすごい、3229人の方が29人で、うわぁ、ね、こんな奇跡があるんですね。恐ろしいでございます。恐ろしい、恐ろしい、恐ろしいですということでね、ちょっと長くなっちゃいました。大丈夫ですか皆さん。ですかね、ということでね、今日の配信は以上となります。お肉大好き芸人でした。ありがとうございました。